本日は9月の20日に投稿しておりまして、トピックとしては10月、まあ、やる気がね、めちゃめちゃ落ちやすい10月なので、ここをどう乗り越えていくのかっていう、まあ、ポイントを2つね、主に喋っていこうと思うんですけど、って思う方いると思うんですよ。いや、来週でよくねみたいな。だって9月27ですからね、来週。なんですが、今いろんなね、こう相談をいただいていく中で、例年よりも早いんですよ。そのやる気が出なくて困ってるっていう悩み相談が。まあ、もちろん見てくださってる方が増えたっていうのもあると思うんですが、おそらくコロナのせいなんですよね。必要以上に、まあ、例年以上に、ストレスが、負荷がかかっているので、疲れちゃってるんですよ、みんな、心が。で、このまま行くと、多分9月の後半、10月ってダメになっちゃって、うまく使えなくって、受験生の方とか取り戻せなくなるんですよ。11月とかは、うまくね、10月を乗り越えると、もう来月冬休みが来るって11月はね、なっていくので、緊張感が出てきます。その時に、緊張感が背中を押してくれる追い風になって、どんどんうまく乗ってくるんですよ。で、受験当日とか受験期に、うまく、まあ緊張感とか焦りとかもありますけど、うまく波に乗った状態でいいモチベーションで臨めるっていう流れに乗れるんですが、10月波に乗り切れずにやっちゃうと、11月も乗れないです。戻れない。だからそこを何とか防ぎたいなっていうのもあるので、今回ね2つのポイント喋っていこうと思いますので、ぜひね最後までお付き合いください。改めましてどうも、ハイチです。今回は冒頭にも話したように、10月をまあうまくね乗り切っていくというか、波に乗っていくっていうところのポイントを話していくんですが、まあ今までもこういうトピックいっぱい喋っとって、でちょっと違うね観点からお伝えしたいなと思って、今回の2つのトピックとかテーマに関しては自分ルールつまっちゃった、どっちが先だっけなと思って、自分ルールが先で次が自分採点です。まあ自己採点、これはテストの自己採点じゃなくて自分です。自分に対する採点っていう、この自分ルールと自分採点、この2つについて喋っていきます。まず1つ目のトピックが自分ルールなんですが、これ皆さんお持ちだと思っていて、例えば今回は勉強について自分は話していきますけど、じゃあこれはやったらいけないっていうのを皆さんお持ちじゃないですか。例えばこれを人に他人にしてはいけないみたいな。それも一種の自分ルールなんですよね。自分の中のルール。あのホールで決まってるものとかじゃなくて、自分の中で決めてるものなので。で、それを勉強にもうまく使ってほしくって、で、今回はその10月がね、どうしてもやる気が落ちるんですよ。あの、9月って夏休み明けなので緊張感持ってるんで、なんとか乗り切れるんですよね。で、今まあそれがストレスがかかりすぎちゃって、もう9月の半分ぐらい。過ぎた時にもうエネルギー切れ起こしちゃってるんですよ。もう疲れちゃってね。でそれで今もうやる気出ないとか、もうやだ無理ってなってる方が多くて、それが例年だと10月に起きるんですよ。9月の緊張感がなくなって、でもまだ時間あるしなって、受験生もさっきも言ったように11月はもう来月が冬休みなんですよ。で冬休みっても受験直前ってイメージがあるので、やばい時間ないっていうので緊張感がブワッてやってくるんですけど、10月はいやまだでもちょっとあるしなってっていう油断というか、それが出てきちゃうんですね。まあそういったことがあって、結構やる気がうまくね、こうスイッチが入りきらない状態になってしまうんですが、まあ、それが前倒しになってると。で、今回そのテーマで話していきたいので、もう一つだけです。皆さんはやる気が出ないなって思った時に、どういうふうにやるかっていうのをルール化しちゃうんです。自分の中で道筋を立ててしまう。だから、やる気出ないなって思ったらどうすればいいのかっていうのを決めておけば、それに当てはめて行動すればいいんですよ。でもちろんうちらは機械じゃないので、例えばさ、じゃやる気が出ませんってなった時に、これをやります、OK っていう、いつも同じ結果にはならないですよ。ならないですけど、毎回、やる気が出ない。どうしようって手探りで戦うぐらいだったら、自分の中でルールというか道筋がね、決まっておけば参考にできるじゃん。ひとまずそれ辿ってみて、それでうまくいかなかったら考えようって、やればいいので、ここを決めてほしいんです。ただこれをざっくり決めてって言ってもわけわかんないでしょ。だから自分がね、まあ今俺は勉強っていうか仕事の方になっちゃいますけど、仕事やっててもね、やる気ない時ってあるわけですよ。特に俺フリーでやってるから、自分一人で全部やってるので、なのでその部分をどういう風に考えてルール化してるかをちょっとお伝えします。この自分ルールを立てる時に一つ大事にしていることがあって、それがシンプルです。というのも、ルールって、ややこしくなればなるほどめんどくさくなるんですよ。守らなくなっていく。で、自分はとにかく決めたことは自分で守りたいんですよ。でもめんどくさがり屋なんですよ。だから、そこの自分との兼ね合いで、とにかくルールはシンプルにしようっていうのを一個のテーマにしてます。だから、今からお伝えするハイチ流のルールも、皆さん見た時に、え？
これだけって思うと思うんですよ。でもこれだけっていう風に思ってもらえるぐらいにシンプルだから、おそらく守れてるんです、自分の中で。っていうのをちょっと前提に聞いてみてください。で、まずはですね、じゃあやる気が出ないと、うわ今日仕事やりたくねーって、撮影したくねーよーってなるわけですよ。で、時にまずでもやれってなります。だからやるかやらないかで、これは基本的にやる方を取ります。やる気があるから頑張る、仕事をやるんじゃないんです。やってるうちにやる気が出てくるものなんです、作業興奮ってやつ。だから基本的にはやる、もううだうだ言うな、やれって言ってやります。ただそのやってみるじゃないですか、やってみた時にでもどうしても今日はスイッチが入らない、うまくいかないって時もあるんですよ。で、この時に関してはもう今日はオフにしなって、まあもちろん締め切りとかがある、仕事ではね締め切りがあることもあるので、今日締め切りのものを明日にってことはできないですよ。だからその時はちょっと別条件になってしまうんですが、ひとまずやってみる。で、その時にはちょっとではなく30分ぐらいは粘ります。30分ぐらいやって、それでも今日はいろんなね嫌なことがあったりとかさ、まあ、みんなって不安なこととかあるとさ、フラッシュバックしてくるじゃん、いろんなことが。で、それでやっぱり心をちょっとね負荷がかかりすぎるとさ、侵食されちゃって、もう無理だよってなっちゃうんですよね。で、その時ってどんなに踏ん張ってもちょっとダメだと思ったら、今日はじゃあオフにしようって、でいいで、もう切り替えて仕事しないです、そういった日は。だから皆さんもそれでいいと思う。ひとまずやってみて、でも心の状態って毎日違うからさ、だからその時に今日はもう無理だなって、これでやっても効率が悪いなって思うんだったらオフにしちゃってください。それを1日オフっていうしてもいいし、今から3時間とか5時間オフにしようみたいなね、1日まで行かなくてもいいけど、ちょっとね長めの休憩というか気分転換になる時間を作ろうかな、でもいいし、それは皆さんに任せますけど、ひとまずやってみてから判断する、これがまず俺の1個のルールです。めちゃめちゃシンプルですよね。これだけかいって思った方も多いと思うんですけど、実はですね、ここのルールはシンプルなんですが、これにくっついてるルールが2つあるんですよ。で、実はここがすごく大事にしてるとこでもあって、まずじゃあ頑張ったんですけどスイッチが入らなくて、もう今日は休息だって、今は休息が必要なんだってなった場合、これ1個ルールが足されていて、その時にへこまないっていう、難しいですよね、でもへこまないっていうのを自分に言い聞かせます。っていうのもやっぱりうまくいかなかったから、ああ休んじゃったとか、またねこう気持ちをうまくスイッチ入れられなかった、ああやっぱクズだ俺ダメだみたいに思います。思うのは仕方ないと思うんで、これ思わないようにできたらいいんですけど、そんなハート強くないし、もともとのそうやって生きてきちゃってるもん、36年間。だからそこはもうしょうがないと受け入れてて、ただ必要な休息だったんだぞ俺って、っていう風にその休息してる自分を受け止めてやる、へこまないためにね、っていう視点は持つようにしてます。で、これはなんでかっていうと、下にいる時間、落ち込んでるとか、まあ、休息してる時間が短ければ短いほど効率は上がるじゃないですか。だって早く戻ってこれるんだから。でもへこむっていう感情がそこにくっついてしまうと長引くんですよ、その下にいる期間が、休んじゃってる期間がね。で、5時間とか1日オフにしても次の日に切り替えられないみたいなことが起こっちゃって、俺それが一番嫌なんですよ。そうするとその日に切り替えらんなかったから翌日も引きずってるでしょ、うわまた引きずってるよって、どんどん負のスパイラルで落ちていっちゃうんだよね。それを何度も何度も経験してるから、そうならないように、休むって決めたなら休ましてやれ俺っていう風に言ってやります。そうやってとにかくポジティブな休息を取れるようにするっていうのが1個のルールです。皆さん正直ちょっとお腹いっぱいですよね、もうね喋りすぎました、本当すいません。あと自分評価だけちょっとだけお付き合いください。で、これはもうすごいシンプルで、例えば毎日頑張れたかどうか、まあ、さっきの話にもつながってきますけど、頑張れたかどうかの評価ってしてほしいんですよ。で、頑張れた部分って褒めどころをちゃんと探して、寝る前ね布団に入った時に今日頑張れたこと1個でいいから褒めてあげるんだよ。それ習慣にするとすごく自己肯定が上がるからね、毎日1個でいいから褒めてあげる、まあ、これは大事なんですけど、でも人生生きてたらさ、どうしてもね、その1日振り返った時にもう0点に近い日ってあるじゃないですか。俺0点を上げないようにしてるんでないですけど、でも頑張って踏ん張って3点かなみたいな、で本当うまくいかない時ってあると思うんですよね。なのでこの自分評価、自分に対して得点化するというか評価する時に、1日単位じゃなくて3日単位でやってほしいんです。3日間でいい得点を取ろう、つまり3日間セットで頑張れた自分になろうってするといいです。そうすると1日うまくいかなくても明日カバーすればいいじゃんっていうこともできるわけ。3日セットで考える。そうするとさっきのね自分ルールのとこじゃないんですけど、へこんじゃった日、今日はオフってなってもさ、オフにしちゃったら多分その日のね自分評価はダメだってなりがちなの。
でも3日間セットにしとったらそこの部分で変わるんだよね。だってその休んだのもさ、次の日頑張るための休息だったからいいじゃんって思うこともできるので、だから毎日自分のことを寝る前に褒めるはやってほしいです。これはやってください。でも毎日でやって評価していく中で、今日はねあんまいい得点と上げられるなって思った日があったとしても、3日間セットだから明日挽回すればいいんだ、気にすんじゃねえよみたいな意識を持っておくと、へこむ日が減ります。へこむ日が、落ち込む日がね減りますので、ぜひねこの部分も参考にしていただけたら嬉しいです。なんか前半がめっちゃ喋ったから、ここおまけみたいになってますんです、おまけみたいになってるんですけど、あのすごく大事にしてほしいところなので、ぜひね両方参考にしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。冒頭にも触れましたけど、10月っていうのはとにかくだらけやすいです。でやる気が出ないんです。だからなんか嫌な月になりそうだなっていう気がするかもしれないんですけど、ちょっとポジティブに考えてほしくて、多くの方がそうなります。そうなるんです。ってことは、頑張れたら差が詰められる、差が広げられるわけです。周りと差をつけるチャンスなんです、うまく使えれば。だからそういったちょっとポジティブなイメージを持って10月を過ごしてみてください。まあこのね動画の中ではわーっていろいろ話しました、全部をやってくれってわけではないんですが、ざっくり言うと、自分に厳しすぎずに頑張れてることはちゃんと認めてねって話です。自分が頑張れてることはあるんです。それをちゃんと見つめながら過ごしてもらえると、11月以降にこうねプレッシャーがかかってきます、受験生とか。その時にいい、なんだろう、こうね足が重くなってるところを頑張ってスタートダッシュを決められるようになりますので、ぜひねいい1ヶ月にしていきましょう。ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、ぜひ月曜の方お付き合いください。では今週も1週間頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。